What's going on, fam? It's your boy Mosey here, back with another episode of Mosey Reacts. On this episode of Mosey Reacts, I have episode 2 of Spy X Family. But before I get into today's episode, this is a reminder this is not a market substitute, but you should always support the official release. Definitely Cowboy Bebop. I'm gonna have to look it up. If the same makers aren't on this, I'll be highly surprised. Or someone that worked on Cowboy Bebop had to influence this. Dude, this reminds me of like the Haku like outros. Like they're in drawings. I totally forgot this episode. He's looking for a wife. We'll get her, right? That's her? Probably shouldn't have watched this for spoiler reasons, but it is what it is. I don't know why. Maybe I guess in these shorter animes, I'm okay with getting spoiled just because I know, like, it's not going to be that as spoilers as, like, One Piece is. Yes, he could have. ウェスタリス情報部、諜報員のこの俺に下った極秘任務、名門、イーデン校へ潜り込むべく、筆記試験を突破したが、まさか次の面接で父母揃っての出席が必須だったとは。仕方ない。婚活するか。聞いた？うちに泥棒入ったかもって。やばくない？犯人キモくない？それより課長の方がキモいって。今朝もエロい目でじとってさ。シャロンもスタイルいいんだし、もっと出しなよ。子供いるとそんなことしない。ねえ、ちょっと。I can't tell if she's the one from the intro. I don't think so. キモくないです。That's my girl. それ課長のコーヒー？鼻くそ入れちゃう？夜先輩ってなんていうか、個性的ですよね。夜先輩元がいいんだからおしゃれしたら絶対モテると思うんですよ。Okay. コスメ教えてあげますよ。私は仕事を続けられればそれで十分です。でも先輩って27でしたっけ？気をつけないとダメですよ。こないだ30手前くらいの一人暮らしの女が近所の人から怪しいって通報されちゃったらしいですよ。何が受ける？What's going on that being single? 確かにその年で独り身はないわね。怪しい怪しい。そうなのですね。ご忠告感謝します。I guess I'm hella fucking suspicious then. 今週末うちでパーティーやるんですよ。夜先輩もよかったら来てください。うちに侵入した肝犯人なら誘われてくれるかもよ。ひどい。So she needs a partner. He needs a wife. Perfect match made. どう？仕事の方は。大丈夫。ちゃんと続けてますって。そろそろ結婚とかどうなの？いい人いないの？またその話。実は僕、昇進の話が来てさ。I know that feeling, girl. これまで以上に忙しく飛び回ることになりそうなんだ。よかったら誰か紹介するよ。え？大丈夫ですよ。実はね、週末パーティーに行くのです。もちろんパートナーと。え？彼氏いたの？そうなの。How are they gonna meet? Oh, I cannot. それって職場のパーティーだよね。いいやつだってわかるまで昇進は保留にしとくから。そんなことしなくても大丈夫。楽しみにしてるよ。じゃあね、おやすみ。どうしましょう。パーティーまでに誰か探さなくては。姉さんのエンジニアとゲームまで加わって、さらに信用を失う。ユリ、違うんです。さっきのは冗談で。おや、兄弟喧嘩ですか。あ、店長。すみません、間違えました。こんばんは。お客様が入りましたよ、茨姫。ロイヤルホテル1307号室です。誰か女頼んだか？そう。でもこちらに、売国クソ野郎殿がいらっしゃると聞きます。This show is fire!
せていただいてもよろしいでしょうか。I'm in love. 茨姫、女は殺し屋だった。落ちません。嘘、どうしましょう。よそ行きはこれしか持ってないのに、パーティーに行けない。いい人いないの？その年で一人。I cannot stop smiling right now. This is such a good show. もじゃもじゃ。うん。役所から独身女のリストコピってきたよ。助かる。子持ちバツイチ OK で名門にふさわしい気品があり、48時間以内に手続き可能な女。Now I may be stereotyping here, but I'm pretty sure like in like the Western culture, like being late and unmarried, they would be willing to get married in 48 hours, right? When I say Western, I meant Eastern. もうちゃっちゃと済ませようぜ。とりあえず手っ取り早いのは利害が一致する訳ありさんだ。弱みを握るのもありだな。ないなら捏造したっていい。なるべくリスクを避けたい。何言ってんだ。あれだって相当リスキーだろ。とてもじゃないが両家のご令嬢には見えないぞ。そうだな。では採寸いたしますので、お嬢様はこちらへ。あーにゃ、売り飛ばされる。いい子にしてたら売らないたく、どこでそんな言葉を覚えてくるんだか。女主人はさっきの独身者リストにあったが、過去に一度政治運動での逮捕歴があり危険度が高い。好条件となるとなかなかうまくいかない。すみません。 No, that is, come on. ドレスのお直し頼みたいのですが。ただの油断か。最近気が緩んで。あの、先ほどからジロジロと何かご用ですか？バカな、視線まで気取られただと。綺麗な方だなと思って。それは私の容姿に好感をお持ちということ。I mean, shit, why wouldn't someone? How long? 他のお客さん。こすれだった。危うく人様の配偶者をお誘いしてしまうところでした。そういった行為は奥様に殺されると聞いたことがあります。こんな考えではいずれ誰かに殺し屋だと見抜かれてしまいます。もっと普通の人にならなくては。What are you gonna do with this information? She's like, oh my god, the perfect family. あわよくば嫁役にと思ったが、やめておこう。Stop! Oh my god, way better than Chopper, hands down. I can't with her. ご迷惑でなければご一緒にパーティーに出ていただけないかと。あの、変な下心とか全くありませんので、もちろんお礼もいたします。私はただ、 You didn't thank me by pretending to be my wife. わかりました、引き受けましょう。ただし交換条件が。代わりにこちらも面接時の母親役を頼みたい。母親ですか。先の見えないこの時代、娘にはどうしてもいい学校に入ってもらいたくて、それが亡き妻の意志でもあるのです。父嘘つき、なんていい人。小さな要求を飲ませ。ではまず土曜のパーティーで。はい。土曜はシッターさんとの会だから、おとなしくしてろよ。ピーナッツ買い込んどき。わかった。はい、10ペントのお釣りケロ。Question is, does she like peanuts because she just likes them, or because she's an experiment and like... 追加任務の詳細か。西側から盗まれた美術品の回収及び密輸組織の壊滅。実行は標的がバイヤーに接触する土曜18時。どうよ。パーティーに間に合わせるために速攻で片付ける。手伝い。
待て待て、俺はただの情報屋であって。I'm gonna say I didn't think he was a spy. いろんな大企業を踏み倒した。総額300万ダルク相当の美術品78点。一つや二つなくなっても見つからんだろうな。事故など起こしていないと良いですが。ゴーの大軍なんて聞いてないぞ。38人か。一人当たり10秒もかけてられん。Bro, I think I like you more than I like Zoro too. Like, what the fuck is going on right now? Who should I get? Oh, poor Yor. 職場の人間関係は良好に保たねば。故にパーティーを欠席するわけにはいきません。すみません。これ差し入れです。あれ？彼氏と一緒に来るって聞いてましたけど。なんだか急用が入ってしまわれたようです。苦しすぎ。あの人が男。Wait till he comes in. Ooh, I cannot wait. Y'all's jaw's gonna.Hit the floor. You even have the name of a bitch. でさ、その男がね。ママ。すごい。あれがきっと普通なのでしょうね。弟は私の。Like you're an introvert, not so much assassin. An assassin. ねえ、あの人まだいるよ。メンタル強すぎじゃね。てか、そもそもよく一人で来れたよね。なるほど。Bet you guys won it. 私には分不相応な場所だったようです。私。ここでおいとも遅くなり申し訳ない。夜の夫のロイド・フォージャーです。あの、夫でなく恋人でよいのです。いや、自分の任務とごっちゃに。ああ、フォージャーさん違う。ああ、失礼。休館が少々暴れまして。夜先輩結婚してたの？なんで黙ってたの？Cause you're a bitch. 恥ずかしながら、僕がバツイチ子持ちなもので、いろいろ気にされていたのかも。嘘嘘。夜にこんなスマートイケメン旦那がいるわけない。恥かかせてやるわ。もつれてよ。食べ物を大切にするのは素晴らしいけど、足をちょっと走ったのよ。Oh, oh my. これ美味しいね。はい。何でしたっけ？やめろって。男の人に呼ばれてホテルとかでマッサージするんでしたっけ？やらしい。それは鍼灸マッサージと歌った視察の仕事で。あの、違うんです、ロイドさん。私。素敵です。え？誰かのために、何かのために過酷な仕事に耐え続けることは。波の覚悟では務まりません。それは誇るべきことです。What you guys say now? 皆さんごちそうさまでした。夫などと。Oh, it's over already now. Oh, it's such a good show. ロイドさん、ご提案なのですが。Let's make it happen for real. Until you show, she shows you her skills.発信機が
Oh, they could have been after her. She believed it because I think they're after her. それは近年の医学界では殴打療法というのが最先端。もう一人、かわしきれんか。Come on, man. You can't just let her get away with that kick and not suspect anything. 私が勝手に治療を。実は私、護身術とか得意で弟に習ってそれで。ありがとう、ヨルさん。Show me your internal monologue. Do you suspect her? Lloyd-san, what is this time? Do you want to get married? Well, since you asked, I have this ring.私みたいな独身女性はそれだけで怪しまれてしまうらしいのでカモフラージュのためにもしよければ面接の1回だけでなくちゃんと一緒になるのはどうかなとお互いの利益のためにでは帰りに役所によって手続きを今から善は急げですお、そうだどこで落としたやるぶち殺したるヨルさん、やめる時も悲しみの時もどんな困難が訪れようとも I love this show! 任務が殺しが続く限りAlright, well, that was it for episode 2 of Spy X Family. It is taking every ounce of my willpower not to binge watch this show right now. It is so good. Like, I cannot wait till Saturday. It is. It is heating up. And at the same time, it hasn't really heated up yet. It's like bubbling right now, and I'm loving it. Oh, it's so good. I do appreciate you guys, though, sticking around and watching this reaction. It's been real. It's been amazing. It's been real amazing. Later on.